ごめんな。ライブお疲れ様です。ここでノーグッド TV からのサプライズ企画です。ある人からお誕生日のお弁当、お祝いコメントが届いていますので、まずはそちらをご覧ください。はい。皆様、お久しぶりです。お邪魔します。楽しんでる中、すみません。ちょっと今日はですね、僕も、りょうちゃんの誕生日をお祝いさせていただきたくて、登場させていただいております。恐縮です。赤西慎です。まあ、ちょっと、まあ、誕生日ということで、なんだろうな、何を買っていいかわからなかったんですけど、悩んだ末、陰でこそこそ動いて、あるものをオリジナルでデザイン、しました。そしてそれを今日はプレゼントさせていただきますので、気に入ってくれたら嬉しいですということで、会場の皆様も引き続き、この後も楽しんでください。僕はもうこれだけとりあえずこのプレゼントを渡せれば満足なので退散します。誕生日おめでとうございます。中西でした。ということで、ジン君からのプレゼントを持ってきました。せっかくなので開けてみてください。ちょっと待ってな、俺もほんまに分からへんねん。箱に書いてるやん、もう。箱書いてるやん。ちょっと待ってくださいね、このリボン取らんとあかんわ。ちょっと待ってね。靴、ピンクの靴。ああすごい、これ多分あれですね、ジンと一緒にノーグッド TV で作った時のロコンドさんが作ってくれたんやな。ありがとう。ただめちゃめちゃピンクやな。37歳。あ、ジンくんの発案でロコンドさんに協力してもらい、プレゼント用の靴を制作しました。プロジェクトスタートは5ヶ月前、何度も試行錯誤しながら数日前に仕上がった出来たてホヤホヤの靴です。へえ、ありがとうございます。ちょっと、何、ジン君に写真を送るので靴を履き替えてください。ちょっと待ってね。なんか変わった形の靴ですわ。これ見えるかな、これ見える？なんかここにな、外にカバーみたいなのついてんねん。あ、ぴったりです。ちょっと待ってな。あ、すごい軽い。すっごい、もう全身ピンクになってしまってるやんか。じゃあちょっとこれでやりますわ。ちょっと待って、でもさ、あんな人におめでとうっていう VTR でさ、あんなサングラスかけてさ、顎上げ気味でさ、始まりだってこんなんやったでしょね。まあ彼らしくていいですけども、ありがとうジン、届いてるか分からんけどね。ごめんな、ごめんな、ほんまちょっと待ってな。あ、大丈夫。よし、じゃあこれでやろう。よいしょ。これ2回目どうすんねやろ。読みますね。もうみんな見えて、あ、見えてんのか。ジン君からサプライズで
靴のプレゼントをもらいましたが、履き心地はどうでしたか。さっきもらったんですよ、あの、ロコンドさんとジンが一生懸命作ってくれたらしくて、ピンク色 の靴を。履き心地すごい軽かったですね。で、なんかふわふわしてましたよ、クッション性も。え、何これ。ここでジン君の靴製作の様子を VTR にまとめましたのでご覧ください。あ、ありがとう。ちょっと皆さんもお付き合いください。今資料でかかとの部分のロゴの部分だけ色をつけてるイラストを入れてるんですけど、逆にロゴじゃないとこを色にしたら、その四角いやつ、ロゴの土台みたいなところってことですか、うん、そう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 。でロゴの部分はこの白のままとかで、ロゴじゃないところの葉っぱをもうちょっと調節して大きくする。で後ろのテープどうします、うん、今のままじゃベタってなってるもんね。質感ちゃんとすればはまるのかな、うん、三角に色つけたりするとちょっとポップすぎない。なるほど、どうしましょうか。普通でいいじゃん、この、うん、それからいらないんじゃない。ここの三角が2の三角と反対側が四角になってるんですけど、同色だったらあってもいいのか。今ちょうどサンプルは同色で上がってきてて、ソールの色と同色だったらありかも。色付きはなくした方がいいと思う。了解です。でも文字はちょっと考えたいですけどね。あ、そこに文字欲しくないな、うん、やるならかかとんとこじゃない。1103ダメなの、りょうちゃんのバースで。1103もありです、ありです。でも布なんだよね、プリントになっちゃうってこと、はい、そうだよね。だったら刺繍の方がいいよね。でも数字って結構バランスで印象変わりません？黄色に青ってどうですかね？微妙？俺が言った？そうなんですけど、ベージュとか、はい、ああ、黄色にベージュ？はい。うん、黄色にベージュかわいいと思う。じゃあそれで。ベージュにしましょう。了解です。はい。そのピンクがうるさいのかな？素材が違うとね、印象違うからね。うんうん、かもうグレーとかにするとかね。黒にグレーもかわいいですね。グレーにしよっか。いいと思います。じゃあすいません、ありがとうございます、はい、お忙しいところありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、もう一つジン君からのプレゼントがありますので開けてみてください。さっきと同じ箱に入ってるな。え、あ、これ切っちゃっていいよってこと。いやでもちょっと待ってくださいね。さあ次何色やろ。あ、っていうか、え、あ、これ色紙入ってるやん。あ、え、何これ、色紙が。え、さっきも入ってた色紙。さっきも色紙入ってた。入ってない。あ、よかった、気づいてないんかと思った。あ、今これ書いてくれたんや。え、これジンも書いてくれたってこと。ここに真ん中に書いてあんねんけど、なんか5秒で書いたみたいなメッセージやな。ちょっと待って、靴、あ、着てる。あ、さっきと違う。あ、かわいいやんか、これ。ロコンドさん、マジありがとう。こんなあいつのわがまま聞いて。あ、1103入ってる。あ、かわいらしい。これまた履く？なんであいつにさ、写真を送るから履き替えるってどういう理由なの？ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。よいしょ。ごめんな、ちょっと待ってな。はい、ちょっと写真撮っていい？赤西君に送るらしいから。なんか買ってくるものがほんま大学生でも思いつくようなことばっかりするやんか。今日の主役ってこれ。
はい、すみません。靴履いてます？あ、清太郎さんです。僕の数々の写真を撮ってくれた。素敵な写真に大きな拍手を。はい。ありがとうございます。